かなり多くのゲームにある攻撃モーション、私の作るゲームではこのように分別しています。待機、構え、攻撃、フォロースルー、この4つを一つ一つ見てみましょう。まず待機、これは全ての原点となるポーズです。ほとんどの動作が地上待機か空中待機から作られます。だから最初にしっかりしたものを作ってぶらさないのは必要不可欠。構え、これは予備動作とかためとも言います。攻撃開始のポーズです。振りかぶりの動作ですね。私の作品では最初の1フレームで思いのほか大きく動かすことが多いです。ポーズ飛ぶと普通は待機から構えのポーズを取るまでに滑らかに時間がかかるものですけどね。瞬時に大きくポーズを飛ばすのは入力受付を行ったことを即時見せるため、相手にとってもすぐに回避行動を促すことにもつながります。攻撃、攻撃の肝となるポーズです。攻撃判定が発生する瞬間、あるいはその前後の動き、相手に当たるとヒットストップという止め動作が入ることが多いので、攻撃判定が出た瞬間や実質相手にぶつかる瞬間はポーズがビシッと決まるようにしています。そこがダメなら全部ダメになると言ってもいいです。そしてフォロースルー、別の言い方では後すきとか、攻撃判定が終わり硬直になる時間でここから待機ポーズに戻っていきます。プレイヤーにとっては操作できない状態なので、なんとなく待機ポーズに近いままになっているのを避け、時間を使い切るように演出します。そしてそれとは別にフォロースルーにはキャンセルフレームを設定します。これは待機ポーズに完全に戻るまでに操作できるようにするもの。完全に待機ポーズに戻っていないうちから移動やジャンプ、攻撃などをすることができます。まあノイシロのようなものですね。スマブラデラックスまではこの仕組みがなかったので完全に待機ポーズに戻るまで操作できませんでした。操作が少し重たく窮屈に感じますね。そして以前触れたようにモーションを作ってもらう際には以下の4つのポイントは明示されています。待機ポーズ、攻撃ポーズ、攻撃発生フレーム、総フレーム、つまりキャンセルまでの時間。待機と攻撃の間が構え、攻撃と総フレームの間がフォロースルーなので、これらが決まればモーションデザイナーもだいぶイメージできやすくなることと思います。もちろん実際には多数の直接指示もするんですけどね。構え、攻撃、フォロースルーというそれぞれの要素についてはまた気が向いたら解説するかもしれません。